こんにちは、川越梢です。そろそろ梅雨の季節となりましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、シティニュースを追った6月1日号、今回は大田区ゆかりの日本画家川端龍子と馬込にある龍子記念館での企画展の話題をお伝えします。それでは早速ご覧ください。3月下旬、馬込にある龍子記念館ではこれから開催する企画展に向けて展示替えの作業が行われていました。がらんとした展示会場の一角に運ばれてきたのは2メートルを超える大きな包み。龍子が1957年に描いた作品、五来号の一部です。全部で6編からなるこの作品は縦 2.5 メートル、横 7.5 メートルにも及ぶ大作。数人がかりで展示スペースに並べられていきます。川端龍子の作品は非常に大きな作品が多いので、工事現場のようなですね、そんな雰囲気で展示会されておりますので、やはりこう注意点としましては、安全第一でこう作業を進めていくということがですね、非常に重要なところになっております。川端龍子の作品の魅力といえば、その大胆な筆使いと色使い、そして見るものを圧倒する作品の大きさです。今回の企画展でも大作が勢ぞろい。日本画のイメージを覆す豪快でダイナミックな作品がずらりと並びます。明治18年、和歌山県に生まれた川端龍子は5歳の時に家族と共に上京した後、洋画家を志し、28歳で洋画を学ぶためアメリカへと渡りますが、帰国後は日本画に転向。徐々に頭角を現すものの、自由豪放な龍子の作品は当時の日本画壇では異色の存在でした。そんな龍子が徹底してこだわったのは、床の間ではなく展覧会という会場でこそ人々の心をつかむ力のある作品を目指す会場芸術。従来の日本画にはなかった規格外の大作を次々と世に送り出しました。今回の企画展はそうした龍子の作品の中から旅にスポットを当て、龍子が戦後日本各地を旅して描いた風景画の数々を展示、各地の名所や史跡を大画面で楽しむことができます。川端龍子は先にですね、四国遍路の88箇所の、お寺を巡って戦後の巡礼をスタートしたわけですが、四国遍路をありますと今度は関西のですね、西国33箇所巡礼という旅に出ます。でその中のお寺の一つ、皆様もよく知っているですね、清水寺、こちらも巡礼の一つのスポットになりまして、その時に川端龍子が感じたイメージというのを、作品化しています。どことなくよく見ていただきますと洋画のようなタッチで描かれているというところが非常に特徴的で、パッと見たところですね、日本画には思えないようなちょっとこう重ね塗りのタッチがあったりするところが非常に独特な作品になっているかと思います。展覧会で鑑賞される作品を生み出すことにこだわった龍子ですが、実はこの龍子記念館は龍子が自分の作品を展示するために自らの設計で建てた記念館なんです。上から見ると辰の落とし子の形をしているというこの記念館では、およそ140点の龍子の作品や遺品などが所蔵されています。なお、今回ご紹介した企画展旅ゆく心、龍子が描いた日本の風景は中央4丁目の龍子記念館で開催されています。ぜひお気軽にご来場ください。それでは次号もどうぞお楽しみに。